お疲れ様です。フロンです。今回の動画はですね、最新の浜田選手、こちらを使っていこうと思います。はい、以前ですね、僕、浜田選手をシリーズ2の頃ですね、使ってはいたんですけど、その時ね、字幕だったんですよね。まだ声出しとかもしてなくて、全然ね、編集がしょぼい時代に撮ってた浜田選手なんでね、まだね、見てない方はね、概要欄にリンク貼っておくので、見ていただけたらなと思うんですけど、まあ、今回、音声ありで新しく、ちょっと浜田選手を取っていこうかなというふうに思います。でね、この浜田選手ですね、能力がちょこちょこね、変わってるので、そこ紹介してから、ランク戦に移ろうと思います。はい、で、今、選手画面来てるんですけれども、まあね、変更点の画像貼っておいた方が早いと思うので、そちら見ていただければなと思います。まず、表ステータスですね。パワーがプラス2のアップ査定になっております。まあ、その他は変わらずですね。で、続いて守備ですね。守備の適性、メイン適性は変わらないんですけど、センターのポジションがついたっていうのと、あとライトの適性がですね、プラス3のアップ査定になっております。まあ、センターができるっていう点になったのは、まあ、大きいのかなというふうに思いますね。で、続いて注目したいのが、この特殊能力の部分なんですよね。シリーズ2は超プルヒッター、代打回、固め打ちだったんですけど、今回からですね、超流し打ち、代打逆境に変わっております。まあ、なかなかないですよね。超プルヒから超流し打ちって。いるかな、そんな選手。まあ、ちょっとね、いたらね、コメント欄で教えていただきたいんですけど、でその他ね、固め打ちが逆境になったっていうので、それなりにね、強化が入っているということで、今回はですね、代打で使おうと思います。逆境の特殊能力もね、使いたいんですけれども、まあ、そうなるとね、ちょっと終盤とか、ビハインドの場面になっちゃうので、まあ、今回は2番に、ライト丸山くんなんで、丸山くん置いて、そこの代打で、浜田くんを代打に出すっていう形にしていこうかなというふうに思います。それではね、ランク戦の方、やっていきましょう。さあ、1試合目ですね。よろしくお願いいたします。まあ、高校なんで、守備シーンカットしてから、打撃シーンに移ろうと思います。うわぁ、マジか。オッケーオッケー。じゃあ、代打で。ここを代打で浜田くんで。さあ、特能は何が出る？あー、オッケーオッケー。流し打ちね。オッケーオッケー。ミート上がるんか。いや、まあ、ミートね。流し打ちってミートだけが上がるんですけど、前のね、シリーズの超プルヒッターだったらパワーが上がるんで、その分ね、飛距離が上がったりするんで、実は前のプルヒの方が良かったりもするんですけど、やば。え？え？ガチでアーチストやん。いや、おかしいおかしい。アーチストの弾道しとった、今。衝撃的すぎるんやけど。うわぁ、もうちょっと動揺してるって。一発目にあんな打ったら、そりゃそうなるわ。おぉ。ああ、もうダメだ。ああ、もうなんか、満足しちゃったわ、今ので。さあ、ちょっとリード取られちゃったんで、今、ペタジーニ選手が5番なんで、なんとかね、さよならせずに、浜田選手に回していこうと思います。フォアボール。さあ、ここ。ここで青木さん、ゲッツーならんといて、これ。とりあえずヒット。ワンヒットでいい、ワンヒット。よし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 。オッケーオッケー、ナイスナイス。ナイスシングル。さあ、ここで、塩見選手。いや、ここ打たないといけないんだけど、ゲッツーもやばいし、シングルで行くしかない。なーにー、いや、おー、そういう仕方ね。オッケーオッケー、ありあり。さあ、さよならの場面で浜田選手を。しゃ、2打席連発。いくぞ。え。さあ、続いて2試合目ですね。お願いします。いや、ちょっとさすがにさっきのはね、初球で、あれはしんどいね。うん。一番冷めるやつだよ。やっちゃいけんやつをやってしまったね。まあまあね、この打席で、またね、打って、結果を出しようと思います。特能は、オーケーオーケー、流し打ちね。オーケーオーケー、さっきこれでね、特大ホームラン打ったんでね、いけるはず。わー！さあ、2巡目、塩見選手、ここで打てば、浜田選手が回ってくる。ホームランさえ打てなければ、絶対に回ってくる。いける！なんで？なんで寸前で打てないの？なんで打たないのよ？それ正面かよ。
いやーもうなんでさっきと一緒みたいな打ち損じしてるやん。いや引っ張っちゃったな、それ流さないかんのに。はい、これで5試合目ですね。ちょっともう疲れてきたんで、打てようが打てまいがこれで最終試合にしようと思います。いやそれを浜田くんで打ちたい。浜田くんで打てたらな、もうすごい気持ちがいいのに。で特能は、あ、オッケーオッケーオッケー、いいねいいねいいね、73、78、全然いける全然いける。打てたー、よーっしゃー。でもリアクションがおかしいけど、もうなんか驚きの方が、もう嬉しさより驚きの方がもう勝ってしまったよね。打てた、よーし、オッケーオッケー、もういいっす。はい、満足っす。あとはね、もうこの試合勝つだけなんで、しっかり、最後まで見届けていただければなと思います。さあちょっとね、4失点しちゃったんですけれども、打てばね、浜田くんにほぼほぼ回ってくるので、集中して打っていきましょう。よし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 。これ7番でしょ ?7、8、9、1。1人出れば回るな。うわ、やばい。もうここで高梨選手か。オッケー。うーわ、最悪、やばい。いや、いけるいける、絶対いける。ちょっとここは、ちょっとここはね、代打オスナで、繋いでいきましょう。はい、オッケー、ナイスバッチン。いいね。さあ、ここ、塩見選手。なんとか出てくれ。打てば、回ってくる。よしよしよし、回ってきた、回ってきた。オッケー。さあ、逆境が出る。61、69か。まあまあまあ、いけるはず。絶対いけるはず。集中、集中。安易に手を出すな。よーし、同点だ。ナイスバッチ。はい、もうここまで打てば満足なんで。はい、もうどうなってもいいっす。あら、曲げちった。